翔平さん、翔平さん、ちょっといいですか。何これ待ってんのこれ。待ってます待ってます。マジめちゃくちゃ待ってます。めちゃくちゃ、どういうこと。めちゃくちゃ待ってる。待ってます、本当に。そう、はい。何何何何、翔平さん、最近イーファスピッチめっちゃ投げるじゃないですか。イーファスピッチ、はい。なんだっけ、イーファスピッチ。緩い球、山なりになる球。ああ、はい、もうこうないですね。そうそうそう、ふわーんってやつ、天井から。ああ、投げます投げます。最近あれってどういう効果があるのかなと思って。なるほど、はい。ああ、なるほどね。まあ、確かにたまに向こうとか翔平とかで初心者とかあんまり野球やってない方とか来て、まあたまに投げるイーファースとかわかりますけど、うん、結構普通にあの初心者じゃない時でもイーファースピッチを使うことがあるじゃないですか。まあ大会でも使うしね。はい、翔平の試合でも使うし、ガンガン使う。ガンガン使ってるじゃないですか。うん、なぜかってこと？なぜかってことです。なるほど。はい。もう簡単。簡単。疲れないから。え？そして一番打ちづらい球だから。まあ確かにそうかもしれないですね。まあ僕は元々ピッチャーだからずっとさ、こう腕をしっかり振って投げる系のボールばっか投げてました。確かに。ストレートでしょ？ツーシームでしょ？カーブでしょ？スライダーでしょ？で、まあ、高校時代は。そもそもね、カーブが投げれなかった、スライダーになっちゃう、全部ちょっと曲がりが違うけど、速い変化球だった。だからカーブが投げれなかったんだよ、うん、それもあって、まあ遅い球が投げれないからさ、まあ速いボールにこう、何絞っとけば打てちゃうみたいな感じですけど、まあ、打たれてたんですよね。結局緩い球投げれず、あの大人になって、あの、まあ、肩を壊して本当にこう投げれなくなって、緩い球しか投げれなくなりました。まあ、その時に緩い球を、まあ、投げざるを得なかったんですよ。そしたら、でまあたまにこういろんな助っ人にこう行ったりした時に、結構こう年をお召したあのおじさんとかが、うん、もう出ないじゃん、まっすぐいい球投げないじゃん。出ない。けど山なりボールで普通に試合をしてるわけ。はいはい。それに対して僕ら結構若い連中はそれが打てないんですよ、全く。確かに全然なんか。打てないですね。そう、バンバン引っ掛けてしまうっていう打球が多い。そうバンバン打てる僕らがその球だけ全然打てないんですよ。打てない、走ってないってなって、これはいいやと思って投げるようになったんですけど、まあ、そもそもあれってめちゃめちゃ難しい。ストライク投げるって、あの山なりになってキャッチャーのここに到達させるってすげえ難しいよね。難しいと思う。やってもらったら分かるけどマジで難しいし、距離感がないから。そう、距離感つかめないと本当にふわっとこう上投げたら普通にこうキャッチャーが立つほどのボールになったり、すごい手前でバンバンする人もいるし、とにかくあの難しいんですよ。難しいと思う。難しいのもあるし、それが何もしかしたら打たれちゃうかもしれない。その打たれた後の後悔がすごいこう結構こうやばいから投げない人多いんだけど、もうそもそも俺投げれないから、そんな、ま、もう頻繁にさいいボール投げれないから、まあ真っ向勝負ができてないっていうか、なるべく肩のその負担を減らすために、あの見せ玉としてというか、ちょっとこう一回ワンクッション置くためのボールとして使ってます。だから最近なんかはストレートより多分投げてる、むしろストレートが今はこう4割見せ玉という感じになってる感じかな。まあストレートでもストライク普通に取れますし、変化球でも取れるし、まあそのイーファスでも最近ね、すごい入るし、結構な確率でボール玉でも振ってくれる。やっぱこう遅い球ってさ結構手出やすいのよね。この投げられた段階で、あ、打てそうだなと思ったら簡単にこう振ってくれるんですよ、バッターって。力みがあるっていうか、バッターに。そうで、すごい力むし、多分映像も多分結構あると思うんですけど、まあ、そういう風にこうピッチャーでストレートとツーシームとカーブとスライダーを投げてる中で、そこで急にさ、この打者のこう目線がこう上に上がるようなさ、うん、投球って打者すごい投げ、あの打ちづらいわけよ、目線ぶれるし、うん、だからすごい有効なわけですよ、うん、でもそれを使う勇気があるかないかなんですよね。ほぼ使ってる人いないから、そう、勇気ないんですよね。勇気ないと、うん、だってちゃんと腕振って投げるのに急にそこだけ、まあ、フォームバレバレじゃないですか。プロでもたまに使う人いるじゃないですか。まあフォームバレバレだけど、そうバレバレだけど、それはちょっとね面白いというか、ちょっとこう球場を沸かせるようなピッチングになるから、この僕はもうガチでやるのはちょっと今無理なんで、その頻繁には。なんでこうエンターテイナー、ピッチャーになったらちょっとエンターテイナーとしてやってる気分ではいる、気持ちは。だって YouTube も6、7年やってるけど、その中でさ俺が違うことしてたらさ、おってならない。なるっていう話。まあ、なんないかもしれないけど、
でもバンバン投げてた俺がそれもたまに投げつつだけどちょっと別のなんかこうみんながこうびっくりするような変化球を投げる。でそれもただの試合でさ普通に投げてるだけじゃつまんないじゃん。つまんない正直。最球だからこそなんかこう少しこう何リミットが外れるというかなんかね制限が外れてさ自由にできてる中で、うん、ねスパイクの色もさね別の色でも OK とかあるじゃん。ちょっとずつこうカラーの縛りとか道具の縛りとかできてる中でさちょっとこういうなんかちょっと面白い試合にこう集中したくなるような没頭したくなるようなならないようなそういうなんか野球をしたいなと思ってそういう風にやってます。まあ楽しい野球よね、うん、でもその投げ方に関しては本当にこのやっていかなきゃもうダメなわけですよ。まあ練習は必要っすよね。そう普通にやったら多分絶対無理だと思うみんな。けど僕なんかは、まあ、映像を見てる通りなんですけど結構な精度でストライク取れるし、はい、それってマジこう練習した結果なんですよ。まあそれもあるし、まあ、あの磯崎ゆかりさんの、 あの内野側のカーブを投げる上で、まあ、あれもいいんですけど逆にこうあれってさもうすごい難しいんだよ。カーブでやるんだよあれで。逆にカーブでやるのよあれって、はい、カーブもたまにやるけど何よりやっぱこう高さを出したストライク取りたいっていう目線を動かしたっていう感じですかね。そうでカーブもちょっとこの俺が今投げてるそのイーファスよりちょっと速いのよね球が、はい、もっと遅くしたいなってことで本当にここからこうやってちょっとこうヒュッてこう押し込むだけヒュッて置いていく感じですよ。ここにここからヒュッてこう押し込むだけでこうなるんですよストライク入るんですよ。まあ入んなくても入んなくてさこう連続で投げてノーツーになりましたやべえなと思ったらストレートで一回こうカウント整えるわけよ、うん、それでも意外とストライク入るしすごいこうやりがいのあるしなんか面白いしね。やっぱなんとなくさなんとなくこういうなーなーでやってもさそれが基本ってなっててもおかしいからなんかおかしいというか俺的にはつまんなくて、まあ、もうなんかたくさん試合をこなしてるわけだからさちょっとしたこう普段味わえないような経験とかもあったらいいかなってことでまあ前助っ人行かせてもらってすごいこう刺激的な一日だったしナイターでね面白かったしねそうあの日それもあるしそれをまあ僕も自分で習得して投げて周りの人もさもうベンチ盛り上がるじゃん向こう絶対へー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 っていう声が多い。確かにうるさいなお前はまあ盛り上がるんですよ、まあ、実際やってるとなのでまあこういうのもやりつつ大人のピッチングもういいかなってところでまあストレートまっすぐバンバン投げていくのが野球っていうわけでもないのでまあおじさんたちもやってますしおじさんたちも100キロ出るか出ないかのおじさんたちもやってますしその中でねやってるわけですから僕なんか100以上出ますけど普通にあえてそれを、まあ、肩をいたわるというかもっと長くあと10年20年とかやっていくためにはもう今のうちでもちょっとこう肩をいたわった方がいいかなってところでイーファスを使わせてもらってます、はい、ピッチャーやる時は大体僕はエンターテイナーなんで半分以上投げてませんイーファスそうだねで打たれても別にいいやっていうで打たれてやべえなと思ったら切り替えてちゃんと投げればいいだけだから抑えられたらラッキーぐらいな、まあ、そうじゃないですかね投げててそういう感じはするっす。そうでもしやべえな打たれたなと思ったらストレートに入ってギリギリまでこうね追い込むまでは普通に投げて最後パンっていうので抑えれることもあるしだから本当に使える幅がピッチングの幅が広がってるんではいすごくいいピッチングではないかなと僕は思ってます。そうですね自分も改めて思うんですけど翔平さんのいいファスマジすごいんでこのイベントとかで来ていただいて対戦とかしてくれれば本当に分かるんで ぜひ分かるし盛り上がるし、ね、盛り上がるんで楽しいなって思えるんでぜひね、はい、ぜひとも翔平ズ結構やってますのでねイベント来てほしいですね。ぜひともね、はい県外からも結構来られてるんで、はい、関東圏以外にも来られてるんでね、はい、ぜひとも行ってみたい方は来てみたい方はぜひともお待ちしてます、はい、誰でも参加 OK 男女関係なく年齢も関係ないです。はいそれではありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売
購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。